ゲーム2いい状況判断をしつつ勝ち切りたいと思いますと振り返りました。そのゲーム2始まりました。まず最初のポゼッションは神戸です。外に振る、もう一度トレイポーター、ミドルの位置からのジャンパー落ちる、リバウンドはスパイクス。スリーポイント決まった。キャプテン長谷川のスリーポイント。長谷川です。LJP からジャスティン・ハーパー、ウィングからのスリー決めてきた。ハーパーのピックを使って菊池が入ってくる。そしてゴール下、エンドワンです。鎌田エンドワン。侵入サポート入っていた鎌田を使って、鎌田ファールを受けながら決めていきました。エンドワン。笹倉です。ショットクロック残り5秒、笹倉揺さぶってのジャンパー決めてきました。46対41。ところですけれども、奪ったのは神戸です。スパイクス吸い込まれていきました。ハミルトン・ゲイリー今日6点目。おー、スパイクスです。渡辺です。渡辺キックアウト、そしてコーナー、金田のスリーポイント来た。渡辺のドライブです。無理なパスを出させてファストブレイク、イージーバスケット北川です。長谷川ミドルジャンパー決めた。キャプテンの長谷川が返します。パスカット、ファストブレイクになる、つない決めていきます。69対71。神戸2点リード。神戸もともに東地区所属だったんですけれども、昨シーズンプレーオフに出場して。渡辺です。トレイポーター、そしてゴール下、スパイクスが来ました。ボールにプレッシャーに行ったことによって守備にズレが生じた越谷。ゲームが終わりました。ゲーム2勝ったのはアウェイ神戸ストークス。